アニメ綾香綾香いトーク、柳ゆきと役上村優斗です。はい、福明茶太郎役梶原学人です。はい、天野矢子くん役榊原優希です。一条茨役花澤香菜です。はい、アニメ綾香のアフレコブースからお届けするアフタートーク企画綾香いトーク最終回です。最終回、今日はですね、第12話のアフレコについて僕たち4人でお届けします、うん、よろしくお願いします。はい、お願いします。この4人は初めてじゃないですか。初めてですよ、ね、いやデシーズ、あーデシーズ確かにね、我々みんなデシーズ、デシーズって呼んでるんだ榊原君は。僕の中ではデシーズっていう名前だそうなんだデシーズだ。確かにこのデシーズはまあ、うん、なんでしょうね、うん、後半にかけていろいろみんなで関わっていったり、うん、お祭り行ったりとかね、うん、あ、お祭り行きましたね。楽しかったね、うん、楽しかった。なんか最終話もね、うん、みんなで高校の、ね、うん、そう、なんかめっちゃ青春でしたね。いいですよね。なんか花びらついてるよとか言ってね、花びらついてるよ、可愛かったな。可愛かったね、あれね。いやでもアフレコもみんなでやってたもんね。結構一緒にね、めちゃくちゃ我々は一緒に、うん、そうなんだけど、うん、あの多分私と上村くんが、はい、あのパンの話しすぎたせいで、あの2人が全然2人と全然コミュニケーション取れない。むちゃくちゃコミュ障を組み合うか、パンの話を聞いてました。パンの話を聞いてました。聞いてたんですか。入ってきてくださいよ。そうなんだ、そこのパン屋さん美味しいんだって。一応だからゆうとさんにおすすめ聞いたりとかはしてたんで。あ、そうかそうかそうか。ガクト君にはなんかあげたかもね、パンね。そうですね、いただきましたね。そうかもね。そっか、じゃあ2人もパン情報に詳しくなってたんだね、知らない。ちょっとずつ、いや詳しくなったし、なんだったら僕あのこの綾香収録の日夕飯パン率高いですよ。あ、めっちゃ影響されてるじゃん。かお二人の話を聞いたり、お二人を見たらパン食べたくなったな。ちゃんとそうだったんだ。巻き込まれてる。知らなかったよ、はい、影響受けてました実は。そっか、はい、うん、いやでも楽しい収録でしたね。なんか、うんうん、あっという間に12話、うん、なんかでもあれですね、僕は榊原くんがですね、はい、あのいろいろ考察を、あ、うん、そうだそうだ、台本もらうたんびにしていて、うん、そうですね、そう、なんか毎回僕はあの、いやこれもうダメ、あーもうダメ、あーもうジンギさんの命が尽きそうってずっと言ってて、でも少なくとも実況みたいな感じで、あーもうダメですよこれって、もうお師匠さんたちのどなたかか、もしくはユキト君誰かが亡くならないと収集つかないよってそわそわしてたんですけど、フラグいっぱい立ってたもんね。すごいフラグが立ってましたね。やっぱその台本のサブタイトルが、そうですよね、仁義のセリフだったじゃないですか。あ、そうか、うん、そうだね。でそれがどんどん繰り返されていくうちに、うん、あれこれ仁義もしかしてっていうことをずっと言ってたもんね。ずっと言ってて、そうなんです。この綾香さん関係で受けたインタビューとかでも、もしかしてそうなんじゃないかと思ってて言ってて、なんでもすごい、あー辛い、次の台本もらうの辛いと思いながら次回の台本を楽しみにしてたんですけど、いや良かったね、ジンギさん。あのさ、思ったより早く復活しなかった。そうですね、早かったですね、うん、早かったよね。良かった、良かったよ、良かったし、なんか、うん、すごい普通でしたね、その戻ってきてからも。そうだ、いつも通りすぎて。あのさ、ジンギさんいなくなった時のさ、伊能さんがさ、すごいなんかもうなんか悲痛でさ、そう、でもこの後すぐ復活しちゃうんだよなって思いながら聞いてた。そうそうそうなんですよね。そうですよね、うん、なんかそういうところもオリジナルならではの展開というか、う、まあでもね、結果的にいい終わり方ができてよかったのかなって思いますし、まあでもこの普通のあやかしまでの生活のその続きも見てみたいなって思いましたね、うんうん、確かにこっから高校生活どうなると思います、ね、どうなるんだろう。いやだからこの4人がね、まずクラスがどうだったのかとかも確かに気になるし、そうだな、どうなったの、なんかで絶妙な距離感じゃないですかこの4人、うん、うん、なんかあんまりめっちゃ盛り上がることなさそうだよ。別になったとしても多分茶太郎くんが、うん、あ、ゆきとカラオケって知ってるかって言って、高いからそうなんですよね。茶太郎がなんだろう、ちょっとさ、ボケというかさ、この中だと若干ないがしろにされてる、そうですね、雑な扱いを受けてるよね。すごいあの茨が
すごいユキトに優しいのに、うん、茶太郎なんかあれみたいな、うん、確かに茶太郎ずっと塩対応なんだよ、ですよね、悲しいな、桜の花びらついてても別に何もしないですよ、ね、多分、うん、注意もしないと思う興味がない、視界にもうちょっと入れてほしいですよめっちゃ仲間感は仲間感、ね、出てきたよね、よかった、でもなんかやっぱ2人がすごいね最後いい感じでしたけど、うん、2人のなんかバレンタイン会とか見たいですね、いいですね、どうなるの、確かにな、放課後みんなで遊びに行ったりしてほしいな、うん、普通にカラオケとか、なんかカラオケとかゲームとか行ってほしいよね、行ってほしいな、絶対茶太郎くんが引っ張っていってくれるはずそう、ね、すげえ音痴そうだなあ、それも聞きたい、ね、それもそれで聞きたいけど、なんかそういうねちょっとね今後のアフターストーリーじゃないですけど、はい、なんかそういう展開も気になるなと思って、多分みんなさんが応援してくださったら、うん、そういうなんかイフの話もね、はい、そうですね、できるかもしれないもんね、あるかもしれませんので、うん、まあ一旦最終回迎えましたけれども、うん、これからも引き続き何度でも綾子を見ていただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします、お願いします、ということで以上、柳ゆきと役上村優斗と、福明茶太郎役の梶原岳人と、天野矢子くん役榊原優希と、一条茨役花澤香菜でした。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。